コウチャンネルのコウチャンですってペロ。はい、ということで皆様、ちょっと今回はですね、やばいことが起こりました。はい、まあどういう風にね、まあやばいかっていうと、ちょっとこちらをね先に見ていただきたいんですけども、はい、こちらですね。はい、なんとあのキヨキヨ選手、現在のトロフィー数が8882ということで、もう9000間近なわけですよ。おそらく今最高トロフィーだと思うんですけど、8800。俺ね、ちょっと見たとき、ちょっと自分の目をね、疑っちゃいまして、はい。で、今僕のトロフィー数が8530なんですよ。ちょっとね、沼っちゃいまして、もう今僕の最高トロフィーが、8708で、現在のトロフィー数8530なんで、もうキヨキヨさんと300以上トロフィーもね、差が離されているという状態なんですよ。いやー、マジでやばくて、で、ちょっとね、クランの方にリプレイがね、今日めちゃくちゃ貼ってあったんですよね。多分これ、なんか時間的になんか、もう5連勝ぐらいしてるんじゃないかって、もう3分おきぐらいに、これなんかリプレイが共有されてるんで、おそらくもう連勝に連勝を多分重ねてると思うんですよね。なんでちょっと今日はちょっとキヨキヨさんのね、もうリップをこの動画で見ちゃおうかなと。勝手に紹介しちゃおうかなということで。いや、正直やばいっすよ。デッキは、こちらですね。このゴブジャイスパーキーと、なんかダークプリンス、このデッキがどうやら結構環境に合ってるっていうか、まあ強いらしくて、はい。まあキヨキヨさんが言ってたんですけど、結構このデッキがなんかね、強いらしいんで、で、一応、ま、限界突破の枠が、ま、コウモリということで、キヨキヨさん曰く、かなり限界突破のコウモリが強いって言ったらんですけど、僕的に、ま、もちろん限界突破強いんですけど、いや、キヨキヨさんね、3年前とか見て多分、めちゃくちゃ上手くなってると思うんですよね。その限界突破だから、このトロフィーに行けたとは僕は思ってなくて、単純に多分、キヨキヨさんの PS が上がってるんじゃないかなと思ってます。はい。早速見ていきます。はい。まずはこちらの、8762 Now のね、はい、リプレイから見ていきたいと思います。いや、普通にこのこのトロ隊上手いっすよ、ガチで。うん。いや、普通にね、僕もどんどん沼っちゃう、もう、ちょっと動画はネタバレになっちゃうんですけど、僕、前回の動画で、9連敗してんすよ。はい。9連敗してるから、いや、本当に普通にこのトロフィー隊ね、僕からしたら結構強いなと思ってるんで、いや、ガチで、キヨキヨ先生さ、ちょっと3年前と比べてどんなぐらいプレイスタイルが変わったかっていうのもね、まあ、注目しながら見ていきたいなというふうに思っておりますさ。まあね、昔と変わった点はどうなんだろう。さあ、キヨキヨさん今でも捨ててるのかな。はい。さあ、スパーキー出してよろしく言うのかもね、しっかり注目していきたい。前々回ぐらいの動画で、キヨキヨさんのリプレイをね、1本だけ見たんですよね。その時は、スパーキー出してよろしくは言ってたんですよね。だから、まあ、今回は多分言ってると思うけど、はぁ、あ。見ていきましょう。やばいっすね、さあ。どんなぐらい変わったのかさあ、ここはダークプリンスでしっかりと、防衛をしていきながらカウンターに繋げていく。いいんじゃないですか。さあ、マザーネクロちゃんも追加して、さあ、豚を出していく。さあ、かなりこれいいんじゃないか。さあ、マザネクが大活躍。マザネクが大活躍して、さあ、普通に相手もレベル15なんで、キヨキヨさんの方がレベル低いのかな。多分同じぐらいか。まあもしかしたらキヨキヨさんの方がレベル低いのかもしれないってさ。さあでも、ああ、同じぐらいですね、ユニットレベル。さあお互い同じユニットレベルの状況の中で、さあミニペッカちゃんが動いていきます。さあよろしく来ました。よろしくスパーキーはさ、未だ健在ということで。さあどうするんださあゴブジャイ対決、ゴブジャイ対決にはなっているが、さあ相手はザップがないのでかなりきつそうでさ、ライトニング打つがこのスパーキーがミリで残っていく。これは熱いですね。さあ、ここで一気にカウンターに繋げていく形。しかし、ちょっとコウモリが先行してしまう。さあ、コウモリが若干先行してしまってありますが、さあ、どうなる？いや、これうまいんすよ、キヨキヨさん。いや、ガチで、このスケルトン一体をやってね、この豚、しかも、ここにさらに霊獣、待って、うまくない？以前のキヨキヨさんだったら、絶対ここにマザネク出せてないと思うんですよね。スケルトンに対して、このマザネク当てるのが一番有効じゃないですか。それをきちんとできているということで。待って、普通に、うまいな。あ、待って、全然、これ本気で思ってるんですけど、本気で俺よりうまい説がある。うん、これガチっすね。実際、そのトロフィー隊も、トロフィーもね、僕のが負けてるし、普通になんか、見てて勉強になるプレイとかもあるから、普通になんか、キヨキさんの方がうまい説、俺の中であるんだけど。でもこれちょっと、この442削り金のどうなんだ。あ、でもファイアボールあるから、まあ、最悪ファイアボール
2回回せばいけるということで、さあ、コウモリを出していく。さあ、ここに、さあ、お相手はどうするんだ？さあ、さあ、さあ、ゴブダイ出すか？さあ、つけていく。さあ、ファイアーボールもこれ打つか？さあ、マザネクどっち行くんだ？どっちだ？さあ、マザネクちゃんを出していく。マザネクちゃんはしっかりスケルトンに。そう、これで、いや、マジでこれ、キヨキヨさんガチで、うえー、しかもスパーキー入っていく。待って。覚醒キヨキヨ。覚醒キヨキヨ発動してんじゃないですか、これ。さあ、次、こっちのね、リボン見ていきましょう。ちょっとめちゃくちゃリプ勝手に見ちゃってるけど大丈夫かな。さあ、ということで見ていきましょう。さあ、トラゲのデッキはこれなんですかね。あの8500ぐらいの時はあのこれじゃなくてフェニックスとかの方のサブユニットがフェニックスのねスパーキーデッキ使ってたんで、今は多分このデッキをトラゲしてるんですかね。さあ、ここはさ、しっかりと、さあ、一旦待ちの構え。さあ、一旦さ、このランバージャックに対してはスパーキー出してよろしくよろしくをしっかりと決めています。はい、いや、これおいしいんじゃないか。ランバーちゃんとホグをしっかりスパーキーで やっつけれて、で、かつカウンターにもね、まあ、繋げていけるという状況の中で、さあ、ゴブジャイスパーキーちゃんを出していく。いや、マジ、キヨキヨさんワンチャンほんと急性あると思うな。サファイアボール出してしっかりと対応していく、早めに。そしてここにレイジを打つか。レイジを打って、さあ、スパーキーを、さあ、スパーキー、ワンチャン入るんじゃない。いやいや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。ナイトに対して、このレイジを打ったことによってスパーキー、ぶっ、さらに、雪玉を使わせたタイミングでコウモリを流していく。え？呪文枯渇ができている。ちょっと待ってくれ。え、マジか。キヨキヨさん呪文枯渇できてるんですけど、嘘でしょ。待って、俺からしたらさ、その昔の記憶しかないわけよ。そのぶっちゃけ、その昔は、キヨキヨさんと僕って結構 PS の差があって、大体フレバトすると、まあ、僕の方がね、まあ、勝率が高かったイメージなんだけど、今普通にフレバトやったら俺負けるかもしんないな。うん。あと呪文枯渇ができてるっていうのが、めちゃくちゃ俺自身びっくりしてるって。さあ、このパンケーキ。さあ、このパンケーキに対して相手も対応しないといけないんで、さあ、これはいいですね。いい形、いい形。さあ、ここでスパーキを出していくのか。さあ、キングタワーを狙わずに、一旦右のタワー。これどうすんだ？これ結構きついんじゃない？これ知ってるのか？捨てるのか？捨ててない？捨ててるわ、この人。捨ててるわ、この男。さあ、さあ、ゴブジャイちゃんね、しっかりとロケホーちゃんを釣って、いや、これ、ちょっとホグやばいんじゃない？大丈夫？これ、ちょっとこれやばいんじゃない？これちょっとやばいんじゃない？大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？さあ、マザネクちゃん出すが、さあ、しっかり防衛されてしまう。さあ、ちょっと結構入ってるぞ。いや、しかし相手もこれ防衛捨ててるんで、あー、これは、さあ、このロケホーちゃんに対して、いやー、まずいんじゃないか？レイジを打って、もうスピード対決に持っていくな、構え？スピード対決に持って構え。捨てがぶっ刺さっている。しっかりと、キングタワーを捨てて、キングタワー捨てるっていうか、キングタワーのダメージを許容して、待って、マジか、ちゃんと、右のタワーの攻撃を忘れてに、レイジを打ちながらスピード対決に持っていけるっていう。マジか、いや、これ8800トロフィーに昇格した試合ですかね、はい。これ勝てば8800という、試合なんだけど、待って、マジか。なんか、ちょっと、今これリプレイじゃないですか、ぶっちゃけ。リアルタイムで観戦したいな。ちょっと、次もしキヨキヨさんがなんか、リアルタイムで、なんか、ちょっとやってたら、勝手にちょっと動画回しちゃおうかな、俺。勝手に動画回して、ちょっと、観戦したいね。皆さんも多分、観戦したいですよね。見たいですよね。さあ、スパーキー出して、絶対によろしくは忘れない男。それがキヨキヨさんでございます。さあ、これゴブジャイちゃんで、バウラン釣っていくか。さあ、そう、釣ってはいかない。あ、釣っていきましたね、はい。さあ、しっかり釣っていく形。このライダラきついんじゃない？スパーキーってね、結構ライダラぶっちゃけ結構きついと思うんですよね。だから、さあ、そこにファイアーボールをしっかり打って。しかしね、ファイアーボール打ってもね、ライダラちゃん残っちゃうが、しっかりこのゴブジャイの槍ゴブリンでしっかりとね、さあ、あってしかもレイジを打ったことによりスパーキーには入っていく。待って、レイジとスパーキー以降も強い説あるな、普通に。なんかさ、俺、このリプ見てると、俺、スパーキー使いたくなってきたんだけど。ちょっと、スパーキーちょっと使ってみようかな。さあ、来ました。さあ、相手ちょっと次、限界突破バーバリアン来てるよ。相手限界突破バーバリアン来てる。あ、待って、相手ゴーレムデッキじゃん。俺、いつもナイトと、ゴーレムデッキ、ナイト型のゴーレムデッキ使ってるんですけど。さあ、相手は、バーバリアンとさ、お互い待ちのか。キヨキヨさん待ちなんて前までできてなかったよ。うん。いや、ガチで、これガチで、キヨキヨさんってもう結構エリクサが溜まったらどんどん大してくみたいな感じのイメージだったから、
待つことができてるのがちょっと、ちょっと上から目線みたいになっちゃうけど、待つことができてるのですげえ成長を感じるんですけど、さあこれどうすんだ。さあでも相手も攻めないとね、うん。攻めないとさ、だってね、このまま行ったら負けちゃうからさ、あ、いてからしたらね。さあここは、さあ出して、おっと？おっと、これ相手試合捨てですか、まさか。試合してだった、単純に。待って、やば。8854。待って、強っ。8854、普通に高いよ。さあ、見ていきましょう。いやー、ガチ多分これ本当に4連勝してるんだろうな、普通に。ポン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 って勝って4連勝してるイメージなんで。いやー、まあ、さっきはたまたまさ、相手が試合してるっていう形だったけど、本当に記憶さん待つことがね、あんまりできてなかったイメージ。ここでもう待ててるんですよね。はい。カウンターに持ってくる。しかもさあ、ここでしっかりとスケルトンに対して一番有効なマザーネクロ出していく。ああ、いいっすね。いやー、このデッキの京華さん、完成度高い。うーえい！見てください。この、しかもレイジも打って。相手このボイスのちょっと、渋ったんじゃない？渋ったか、そこを見かねてレイジを打っていくって。普通に勉強なんだ。普通にちょっと、中京さんのリップ勉強なんだ。ちょっと、僕のね、視聴者さんにも多分スパーキー使いの方いると思うんで、ぜひこのスパーキーのね、リップ参考にしてください。さあ、さあ、ここで、さあ、一体相手遅延だからちょっときついんじゃない？スパーキー結構守られちゃうイメージあるけど、どうなんだろう？相性的にちょっと僕あんまスパーキー使わないから、相性差とかぶっちゃけわかんないけど、欠かさずによろしく。よろしくは捨てない男。よろしくは捨てない男かまして、さあ、ここで、ゴブジャイの形を作っていくのか。なんとなくこのリブ見てる感じ、ゴブジャイとはスパーキーとマザーネクロって形が強いんかな。なんかその形を徹底してるイメージがある。で、ここ墓石来たらしっかりマザーネクロ出すみたいな感じのイメージが多いかな。さあ、レイジちゃん打って、レイジちゃんを出すことによって、さあ、しかしちょっとこれスパーキー入んない。しかも完璧に、完全に防衛されてしまう。さあ、このちょっとカウンターが怖いんじゃないか。さあ、カウンターが怖い形ではありますが、相手も結構ね、まあ、遅延系なんでね、まあ、防衛が硬いということで。さあ、ちょっとこれスパーキーちょっときついんじゃないの？これ勝てるんかな？さあ、でもレイジで、スパーキーって結構レイジとかでバズンって持ってける可能性あるから、全然逆、最後まで逆転あるから、どうなるんでしょうか。さあ、ビビドラちゃん来て、これそろそろスケラ来そうだね。ヨギさん、ポイズン持ってないからな、スケラとかちょっと結構きついんじゃない？あ、まあ、そっか、スケラに対してマザネック当てれば、まあ、かなり生成できるから、相性いいのかなちょっとわかんないですね。なんか相性良さそうな感じもしてきたけど。さあ、ここで限界突破難易度が来てしまう。それに対して、さあ、ここでしっかり、さあ、これですね。ここに対して、スケルトンナッシュに対して、さあ、マザネク。わかってるね。わかった。そう、これがいいんですよね。これが一番、すごい玉。豚が、タンパク質豊富な豚が、めちゃくちゃ溜まっておりますが、すごいよ、この数。何このユニットの数。さあ、相手ポイズン打つけれども、いや、限界突破コーモで強いね。さあ、ここでしっかり焦って攻めに向かわず、しっかりとスパーキーを待って、後ろから出していく形。いいですね。今までのなんか京華さんだったら結構ね、攻めて思いっきりエリキサーあったら出しちゃえみたいな感じの、一気に攻撃しちゃえみたいな感じの印象あったんですけど、ちょっとなんか勉強なんだ普通に。俺より普通に上手いんだよな。さあ、ここ逆サイドにマザーネクロ。さあ、逆サイドに豚を言うさ、めちゃくちゃ放り投げつつ、そうだね、右の方が削れてるんで、さ、右も攻めて、さ、右を攻めてるうちに、左のスパーキー一発かましていく。待って、あと512。あと512。これは、ファイアボール2発だよ。ファイアボール2発いけるよ。待って。ひよきよ選手、いつも片方だけしか攻めれないイメージあったんですけど、両サイド見れてる。うまいな。やっぱ、3年もあると、成長しますね。何目線だよ、俺は。何目線だよ。ちょっと。さあ、おー、豚が入って、あともう早ボール一発で。決めていく。うまい。ただ、普通に俺多分、キヨキヨさんと、ノラでマッチングしたら負けるな。うん。フレバトをしても負ける気がする。さあ、ちょっと、最後の試合見ていきたいと思います。8882。これがね、今の最高トロフィーの昇格戦になってるんで。いやー、マジか、ちょっとなんかでもちょっと感動するな。なんか個人的にすげー嬉しいんですよね、なんか。もちろんね、悔しい部分はあるよ。キヨキヨさんに最後トロフィー抜かされたっていう、まあ、もちろん悔しい気持ちもあるんだけど、なんか、感動というか嬉しさの方が勝ってるね、ぶっちゃけ。さあ、見ていきましょう。さあ、これダークポイント、これちょっときついんじゃない？ラムちゃん一発入っちゃうけど、しっかりと許容して、ここは攻めに繋げていくか？攻めには、繋げない。さあ、ここも攻めに繋げず、
しっかりとエレキサーを温存するね、形を作っていくとさ、なあ、目にゴミ入った。痛い痛い痛い。そうやって、そうやって目にゴミ入ったやつだ。痛い痛い痛い。なんだなんだなんだ。なんだ急に。さあ、ちょっと目にちょっとゴミが入ったら、ちょっとね、試合集中していきます。はい。さあ、ちょっと今見えてなかったんですけど、さあ、ここ僕、豚が出ている。さあ、豚、さあ、これスパーキー出して、よろしく来るか？違うね、ここは一旦ミニペッカですね。さあ、しっかりと早めにミニペッカちゃん出して、あー、このロケホーちゃん結構きついんじゃないか？ロケホーに対してしっかりもう、徹底してる。そしてこのファイヤーボール、あと、ちょっとだったね。あと数秒早かったら、もしかしたら今ミニペッカ残ってたかもしんないんで。さあ、結構ロケット押しにガンガン清宮選手、ファイボー打ってるイメージありますね。まあ、確かに、まあ、清宮さんのそのスペル的にというか、ロケット押し結構きついと思うんで、しっかりとね、ハイボールで処理してるイメージがある。そしてここはコウモリを回すことによって次限界突破回ってくるんでね。さあ手札のサイクルもしっかりできている形をとっていく。そしてこのコースちょっときついんじゃない？よろしく来るか？よろしく来ました。よろしくスパーキー。さあよろしくスパーキーしっかりと処理して、ここカウンターですね。最低メガナイトだからメガナイトとすぐ上から来るとちょっときつそうではあります。さあ、ポイズン。ちょっと相手これ苦しいポイズンじゃない？このポイズン非常に美味しい形。どうなる？さあ、さあ、ゴム台つけていく。ゴブ台つけていきながら、こうやってメガネとドッソン来ますよね。さあ、ロケットホーちゃんきついけれども、しっかりそこでファイアボールを打って、完璧。さあ、完璧な形、ここレイジも打つのか？レイジは打たないという選択いいですね。今のレイジ打っちゃうと、ここの2コストって結構大事で、次これ防衛しないといけないんで、相手の攻撃来るんでね、防衛しないといけないから、かなりこのね、2コスト温存したっていうのは、かなりいい形。さあさあさあ、しっかりとエルクさんを読めているぞ、球球選手。そしてこの限界突破コウモリに対して、ミニペッカに対して、レイジを打つことによって、待って、ミニペッカ入るんじゃない？あー、惜しい！惜しいけどさ、限界突破か？限界突破コウモリぶっ刺さってる？ぶっ刺さってるぞ、いいぞいいぞ。さあ、しっかり削って、さあ、ここで、逆転する形。しっかりこのラブライダーを読む。ラブライダーを読んで、しっかりとスパーキー、あるぞ。いや、でも相手ザップきついんじゃない？うわー、これきついぞ。大丈夫か？ 521。さあ、あと相手、ちょっとポイズンにやつけない。さあ、ポイズン打たれてしまった。もう次の攻めで。ここでスパーキー決めきらないと。負けるムーブでありますが、ここしっかりユニット全部出して、レイジを追加していく。さあ、これきついんじゃない？サファイアボールはしっかりロケ放射に打って、ミリベック入ってるぞ。入ってるぞ。さあ、しっかり入って。ここは、相手ポイズンが回ってこずに決め切っていく。決めき、うまい。シンプルにうまいっすね。これは、これは拍手ですよ、はい。おそらくね、結構、キヨキヨさんのね、プレイを久しぶりに見たっていう方もね、まあ、多いかなというふうに思うんだけど、普通に多分ね、成長っていうか、すごく上手くなったなって思ってる方が多分非常に多いと思うんですよね。そして、この見てください、この、ゴブリンスタンプ連打、はい。ゴブキヨ選手、発動ということで、さあ、相変わらずね、やっぱりキヨキヨさんは、まあ、ゴブリンでしたという、はい。結論に至ったわけなんですけど、いや、これすごいよ、このスタンプ。見てください、もうゴブリン、もうゴブリンオールスターズ。ゴブリンのスタンプ、全部打っていくっていう、まあ、やっぱりゴブリン魂もね、忘れてないんですよ。ゴブリン魂も捨ててないということで、はい。ちょっと今回、キヨキヨさんのリップをね、まあ、見ていったんですけども、いやー、これ、ちょっとマジで、9000あるんちゃうかなと。いや、本当にね、ガチでこれ9000いく可能性ありますよ、キヨキヨさん。冗談抜きで。うん。ちょっと楽しみっすね。そんな楽しみとか言いつつ、俺もね、自分のトロフィーをあげろって話なんですよ、本当に。ちょっとね、沼っちゃってから、若干やる気がなくなっちゃって、8530なんですよね、今。だから、ちょっと、あとは、ユニットレベルも上げたいなっていうのもあるし、ちょっと限界突破ナイトが欲しいんですよね。僕今これで使ってて、限界突破ナイトが欲しいっていうのと、このね、スケルトンドラゴンをレベル14にしたいなっていう感じなんで、ちょっとね、まあ、レベルが仕上がる、たりしたらちょっとトロ上げも再開しようかなというふうに思いつつ、こんな感じでね、僕最近ちょっとまあエンタメ企画、まあ鉄棒にぶら下がった時間で、勝つまで終わりないロワイルだったり、グラチャで12勝するまで風呂から上がれないといった、ちょっとエンターテインメント企画やってるんでね、ぜひともね、そちらも見てください。はい。ということで、ぜひね、チャンネル登録、登録者もね、2500人突破いたしまして、本当にありがとうございます。本当にチャンネル登録ありがとうございます。本当に心から嬉しいです。ありがとうございます。ぜひね、まだチャンネル登録してないようだから、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンの方もね、いつもね、押してくださってありがとうございます。この動画、そして今後の動画もね、高評価ボタンぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴、あざした。